田中浩一記念質量分析研究所のご紹介。質量分析とは、分子の質量を測ることにより、試料中の成分を推定できる分析技術です。近年、食品や医薬、環境、臨床検査など、様々な分野で用いられています。島津製作所の質量分析系の歴史は、1970年に始まります。世界初のマルディートフ型の質量分析系を発売するなど、質量分析系の可能性を次々に広げ、2002年には田中浩一がノーベル化学賞を受賞します。そして翌年、田中浩一記念質量分析研究所が始動しました。微量な試料成分をイオン化して質量を測定する技術、マル DMS をコア技術とし、タンパク質などを指標とした病気の超早期発見への取り組みや、病気や健康に関連する物質の分子構造解析手法の開発などを進めています。ここからは研究所の具体的な取り組みと成果をダイジェストでご紹介します。液体マトリックスの開発、アルツハイマー病早期発見への挑戦、糖鎖解析のためのサルサ法開発、小型マルディ MSN 上装置の開発、新規質量分析法の開発。詳しくは論文や島津製作所ホームページをご覧ください。液体マトリックスの開発。ごく微量な成分でも確実にイオンを検出することが可能な液体マトリックスを開発。流動性のある液体をマトリックスに使うことにより、レーザーで削り取られた箇所に、すぐにマトリックスと試料が補充されるため、持続的にイオンを生成させることができます。アルツハイマー病早期発見への挑戦。アルツハイマー病をスクリーニングするための、新しい血液分析法、アミロイド MS を、国立研究開発法人、国立長寿医療研究センターと共同開発。新しいバイオマーカーを用い、アミロイド β の蓄積の兆候を早期に見出せる可能性を発見しました。糖鎖解析のためのサルサ法開発。疾患など様々な生命現象の発現に関連するシアル酸の結合異性体。質量が同じであるため、質量分析では判別できませんでした。シアル酸のカルボキシル基をアミド化修飾で保護する際に結合様式に特徴的な質量変化を与えることで質量分析で結合異性体を判別可能にしました。この手法を発展させ、2021年にはシアロキャッパー ID キットを発売。小型マルディ MSN 上装置の開発。マルディとデジタルイオントラップ技術を用いた MS 装置の開発を進め、2019年には世界最小サイズのマルディ MS を発売しました。新規質量分析法の開発。分析対象化合物の乖離に反応性の高いラジカル種との衝突を用いるラジカル有機乖離法、HAD および OAD を開発。従来法の CID とは、相補的な構造情報が得られることを見出しました。私たちは、質量分析学の発展を通して、社会課題の解決を目指します。